皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回は序盤から使える無限に空を飛んで移動する方法とちょっとした小ネタを紹介したいと思います。まず最初に無限に空を飛ぶ方法ですが、用意するのは翼ギアと縦ロケットだけです。翼は一番最初の始まりの空島からガチャで集めることができます。縦ロケットを序盤から入手する方法は前回の動画で紹介してますので、よければそちらをご覧ください。では早速翼ロケットを使ってメインストーリーを進めるためにゴロンシティに向かいたいと思います。ちなみに今から紹介する翼ロケットは高いところならどこでも使えます。今回は眺望台から行ってみましょう。やり方なんですが、パラセールを開いて行きたい方向にリンクを合わせます。そしたらその場に停止して翼をポーチから出しましょう。出したらすぐに少し前に移動してパラセールを閉じます。そうするとこんな感じで空中で翼に乗り移ることができます。コツは翼を出した後にすぐ前に移動してパラセールを閉じてください。何回か練習したら簡単にできると思います。これだけでもいろんなところに行けますが、この翼1分ちょいで点滅して消えてしまうのと、少しずつ高度が下がってきてるので無限に飛んでるとはまだ言えません。そこで翼が点滅してきたら縦ロケットを使って上昇することでまた上に上がれるので、無限に空を飛ぶことができます。この翼ロケットを使いこなせばマップの端から端まで行けるし、ちょっとした山なんかからロケットを使って翼に乗り移れば移動がマジで楽になります。高さが足りない場合は翼を足場にしてロケットを何回も使うことで無理やり上がることもできます。ということで、ほんの数分でゴロンシティまで来ることができました。翼ロケット、空島から空島に行くこともできますし、地底探索にも使えるので皆さんもやってみてください。次は翼を使いやすくするちょっとした小ネタを紹介していきたいと思います。最初は空島なんですが、ウルトラハンドとモドレコを使えば簡単に飛ぶことができます。翼を出した後にウルトラハンドで空中に待機させて数秒待ちます。数秒経ったらこっち側に戻してモドレコを使えば浮くことができるので、ここでモドレコを解除すれば空島から簡単に飛び立つことができます。次は地上探索してると空から足場が降ってくることがありますよね。そしたらその足場にウルトラハンドで翼をくっつけます。で翼の上に乗ったらモドレコを使って足場を空中に戻しましょう。そしたら翼と一緒に足場を上がることができます。あとはモドレコの降下時間が切れたらウルトラハンドで足場と切り離しましょう。そうすることで簡単に高さを出して飛び立つことができます。先ほどの翼ロケットと組み合わせればこれだけで移動がめちゃくちゃ便利になります。ということで今日の動画はここまで。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。